い、どうもピオキングです。今日はですね、みんなで空気読みツリー続きやっていきますか。で、皆さんお待たせしました。今日はですね、この空気を読まない方をやっていきたいと思います。いや、マジ待ったよ。これをするためにね、空気読み100問やったと言ってもね、過言ではありません。今までの空気読み、まあちゃんと空気を読んでたんですけど、もうそんなのはね、もうアニメで言ったらオープニングみたいなもんですよ。全然意味わかんねえ。まあ今回ね、この読まないモードは、まあ、ゲーム実況者のメインと言っても過言ではないね。とりあえずこのモードでね、ボケまくります。いや、楽しみだね。第1問、うわ出た。これはもう蹴りまくるしかなくね。いや帰ろう。今の空気読んでない。だって蹴って帰るんばい。いや、やばいよね。あ、これはこうしよう。これ多分空気読んでない。立つよりも多分こうやって邪魔する方がめっちゃ空気読んでないと思うんですよね。そして直さない。絶対に直さない。うざそう。絶対うざいよね。で、今度これは避けよ。第4問、持久走大会。これあれでしょう、確か一緒にゴールしようみたいな感じでしょう。うわ、どうするこれ。もうマッハで行こっか。さよなら。かわいそう、絶対友達いねえわあいつ。第5問、これは確かお前が出てくるんですよね。で、このお前をこう、ちょ、あ、前行けんの。うわぁ、うぜぇ。これはうぜぇ。やべぇ。うわ、こんなに近づけるんだ。途中経過、今回の5問はなんとはなしに。今まだボケれるので、今回ね、50問は長いんで30問にしたいと思います。いつも50問だったんですけど、今日もラブレター渡せなかったな。うわ、これ頭に刺さったやつか。あの、空気読むモードでもね、空気読めてなかったんですけど、これは頭に刺さるんだよね。でも上に行こう。うわ、これは、うわ、帰ろうか。やべえ。で、これは動かない。私動きません。あ、落ちた。うわ、これは完璧っぽくない。まだボケれる方法あんの。で、次。いや、これ映えてるかもしんない。逆に同じ方向向いてオロナミン C みたいな。で、第10問、今日は草野球の試合だ。あ、これは正直ね、狙ってボケれないんですよね。もう何が出てくるかわからんもん。草野球の格好が通り過ぎた時に A ボタン押そう。だ、この辺で、次は草野球の通り過ぎて、これ完璧じゃね。いや、草野球のじゃないでも衣装としては完璧だよ。途中経過、かなりじゃない。え、程よく。うわ、まだかなりあんの。第11問、いや、僕は道案内ロボ。道のことなら僕に任せて。人間どもめ、いつも俺様に無茶させやがって、今に仕返ししてやる。迷子センター。この前はちゃんとあれしたんですけど、上、いや右、いや下、下にしよう。こっちだよね、迷子ちゃん。あ、触れてる。あ、どこ行ってんの。うわははは。え、どこ行ってんのあいつ。第12問、あ、出た出た。同郷でも頑張って。今同郷って言ったね。絶対手紙書くから。うん。で、ここで場合はね、追いかけたんですけど、帰ろう。ちょっと、ちょっと待って。ちょっと待って。いや、次に進めない。お腹痛い。あ、どうしよう。これは、あ、え、今 A ボタン押したらなんかちょっといやらしいの出てきたね。大丈夫。で、これはこの状態で止まっておきたい。ちょっと鬱陶しそう。あ、これマリカーじゃん。うわ、どうすればいいんだろうね。この前ね、何もできなかったんですよね。 A ボタン連打してて、多分ね、この亀に勝たせればいいと思うんですよね。今亀でしょ。で、亀に勝たせたら空気読んでるっぽいんですよね。逆に亀にぶち当てる。あ、違う。いや、ちょっと待って。いや、どこ投げてんのそれ。あ、でもそこはかとなく結構いいよ。
なんかこっくりさんしてるけど。第16問。これかな？これかな？空気読んでないって。まあ、前回サムネにさせてもらったんですけどね。いや、第17問。やっぱ、ボケない方が、あ、違う、ボケる方が楽しいね。うわ、これは楽しそう。彼氏はね、結構強いんですけど、私、マックスでいきます。星のカービィ、スーパーデラックスでこういうのありました。おら！普通だな。で、これは、醤油をつける。つける。つけて、もう一回つける。そう。で、さらにつける。で、もう一回。もう炭になってんじゃねえか。醤油じゃねえ、あれ。もう炭板。あ、こんなんあったね。あったあった。帰ろう。あ、でも、いや、逆に空気読んでんのかな、あれって。ねえ、彼氏に任せるみたいな。ちょっとわかんねえ。最終的に家の中にいる人数を当てろ。これ確か燃えるんだよね、この家が。で、なんか119番、まあ、救急車にかけるか、1人ってするかどっちかだと思うんですけど、これは僕の電話番号を入れましょうか。080。でもそこはかとなくだよ。結構いい線いってるかも。今回あと10問で終わります。第21問。これはちょっと待って、いやちょっと待って、いや待って待って、こうしよう。あ、待って待って、じいちゃん、じいちゃん待って、じいちゃん待ってくれ、じいちゃん、じいちゃん。いや、これ多分ね、あ、じいちゃん嬉しいかもしんないね。あの、若い女の子にちょっと座られて嬉しいかもしんない。歯医者に来ました。ドキドキ。これ確か痛かったら手を挙げろ。そうそうそう。これどうしよう。もう手あげる？痛い！先生痛い！もう痛い！もう痛い！ちょ、先生！先生痛いです！先生我慢してください！言うこと聞けよ、ちょっとこっちの！痛いって言ってんだろ、先生！第23問。これは、動きません。あ、これ右に行こっか。あ、待って、どこ行ってんの？あれ？左行こう？帰ろ？うわ！今やべえ音した。これは、待って、彼氏違う。いや、待って、これ空気読んでしまった。外せない。うわ、今の空気読んだな。あの、隣の人につけたかったんですけど、そんなできるのか？遭難しました。出た。起きるんだってしたいけど、これどうしよっか。このまんま。起きるんだ。やべえ。彼氏、多分あれもう、心拍数ゼロ。今回の5問は。そこはかとなく。そこはかとなく上あったっけな。かなりっていうのがあったと思うんですよね。それ一回目指したいね。KY マート。空気読めてるマート。これは、邪魔しよう。オッケー。邪魔。強いこのおじいちゃん。あ、ちょっ、お前、あのカート強すぎ。これは、このまんまして、置かせない。ね。あ、待って。あ、あ、こうして、こう。あ、そう、これ完璧じゃない？人のを取る。あ、違う、違う。で、こうして、そう。食べよ。オッケー、オッケー、いいね。人の食べる。なんで真顔なんだ。出た。昔あるところに、正直者のキコリがいました。これ確か、あの、頭に刺さってるんだよね。この人が落とした斧が。これどうすればいいんだろうね。無視して帰るのが一番いいと思うんですよ。これ。いや、今のいいね。これ無視して帰る系いいね。で、これは、ちょっと、邪魔くせえな。ちょっと、どけよ。その男は私のもんなんだよ。あんたのもんじゃないんだよ。前に行ってさ、邪魔しよう。あの、進路妨害します。オッケー。で、ここで左行きます。左。待って。もうちょっと下行けない？オッケー。で、ここで進路妨害します。いや、完璧だね、これ。うわぁ、うぜぇ。絶対うぜぇ、これ。待って、長い長い。これ、終わらないでしょ、きっと。あ、来ました。最高の空気読めてない感じが来ましたね。なるほどですね。これ、部長さんが入力しています。てなわけでよろしく。で、部長さんが入力していますけど、これは、いやっていう感じで、あ、鼻くそある。スタレンできる、ほら。スタレンできる。多分これでいいでしょ。
部長さんが入力していますもん。邪魔しよう。これで今なんかやべえの出てこんかった。今一瞬なんかすげえやべえの出てきた気がするんだけど。それか、右上にバツってあったからね、あれしても閉じてもよかったかもしんないね。うわ、そこはかとなくか。それじゃあね、やっぱ空気を読まない方がですね、まあ個人的に好きなんですけれども、まあ一回したらね、正直大満足でして、まあ次続きを上げるかは分かりませんけど、空気を読まないこの空気読み、次回の更新は謎。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。